これ忘れてた。やんなきゃいけないやつ。何を？え？あれですよ。ねえ。流行語。ああ、流行語大賞の。これ発表されたでしょ？発表された。ね、うん、これ毎年予想してましたけど、今年はポッドキャストでね。はい。実はね、予想したんですよ。はい。ポッドキャスト聞いてない方は、ちょっとね、うん、知らなかったと思いますが、はい、ちゃんとね、予想しました。うん。今回のベスト10発表されまして、うん、ダメよ、ダメダメね。うん。集団的自衛権。はい。ありのままで、うん、カープ女子、壁ドン、危険ドラッグ、うん、ごきげんよう、うん、またはら、妖怪ウォッチ、レジェンドの10個。うん、はい。そして、二人とも10個予想したよね。はい。しましたね。はい。でもこの10個って、すごいよな。だから、まず、おぎもやはぎも二人とも予想してるのが、スタップ細胞はあります。ダメなんだこれ。入んねんだこれ。入んねんだね。あんなにモノマネされてたのに？そうだよ、うん。あれはすごい話題になったのに、なんだよ。うん、スタップ細胞はあります。どういうことだよ。ダメよ、ダメダメ。まあ、うん、私の予想から言いますね。はい。スタップ細胞はあります。ダメよ、ダメダメ。うん。危険ドラッグ。うん、ありのままで。妖怪ウォッチ。うん。ワンオペ。うん。壁ドン。うん。昼顔。号泣会見、カープ女子。やばい、全然入ってない感じする。もう。おや？俺の予想はですね、スタップ細胞あります。ダメよ、ダメダメ、うん。危険ドラッグ。ありのままで。妖怪ウォッチ。ワンオペ。壁ドン。昼顔。まあ、ここまでは一緒なんだよね。一緒、うん。で、最後にビットコイン、デング熱。全然入ってない。なんだよ、これ。これ、まずいよ。ちょっとわかりませんが、というわけで2014年新語流行語大賞ベスト10予想対決は、結果、うん、じゃん、うん、ヤギ的中6個、6個、はい、的中5個。ということで勝者ヤギ。いやー、何、勝者でも6個しか当てられないの？ちょっと待って、何が差が、カープ女子を入れてんのか。カープ女子の差だね。ああ、カープ女子だ。カープ女子か、そんな流行ったか、そんなもん。流行語なんてよ。またはらね。またはらも流行したか、そんなもん。ああ。流行ではないだろ、あれは。レジェンドは？レジェンド。レジェンド。レジェンドだって全然だよ。全然流行ってない。ひどいな、今回の。これ。いや、そう？いや、ひどいよ。またはらもレジェンドも流行ってないよ。まあ、聞いたことあるけどね。うん、聞いたことあるのね。それニュースにはなったじゃない、またはらとか。ニュースになっただけで流行ってはないからね。スタップ細胞はありますが、入んないってすごいよね。だって、うん。あんなに騒がしたんだよ。そうだよ。あんなに騒がしてさ、もうね、ずっとニュース出てたのに。これはね、あんまり、あれだから、いいことじゃないから。でもさ、危険ドラッグもそうだよ。だって、号泣会見も入ってないじゃん。まあね。だから、そういう、謝罪会見みたいなものっていうのは、あんまりこう、茶化さないって意味なの？まあ、流行語大賞が茶化してるわけじゃないんだけど、あんまそういう。いや、でも悪いのも入ってたよ、今までも。そういうのは。結構。本当？悪いやつ。入る？入ってたでしょ。いや、やっぱそういうの入れちゃうと、うん、なんかさ、掘り返す、人がさ、まあ、例えば、おぼかたさんとか、うん、その個人にね。個人が、また、その、ぶり返されるのが。確かに、個人に行くのはやばいか。かわいそうだね。そうだね、かわいそうだよね、うん、また。もうみんなが忘れた頃にまた。そうね。うん、まあでも、ゴーストライターとかも、本当は、今年だもんね、あれもね。そうか。あれもかわいそうだからね。ね、そっか。一応本人に気を使ってんじゃない？なるほど。そういうことを考えたら入れなかったな、俺。確かそれはでも来年にはちょうどいい、これはね。うん、号泣会見も入れなかったもんな。